はい、天野さんこんにちは。今回ね2つ申し上げましょうか。一つはですね、誰にいついくらで売っていくのかってことなんですけども、まあ、具体的に言いますね。もうこれね、これ思いつかないと商売始まらないんですよ。天野さんの奥さんに、奥さんが一番欲しがってるものを売ってみるということですね。奥さんが無理なら他の家族です。お父さんお母さんでもいいです。家族に売れないんだったら友人とか職場の人に売ってください。そういうふうな付き合いの濃い人とか信頼関係がある人に売れないものが、信頼関係もないし付き合いの薄い人に売れると思いますかってことなんですよ。よくねビジネスを始めた人って、商品を並べといたら自分の知らない人が自分のね商品を求めて買ってくれるんだみたいなことで、得されなくていいなみたいなね、ひどいことを、そうで、ひどい時はそういうふうに感じてしまうんですけども、そういうんじゃダメなんですよ。この人が買ったんだったら絶対責任持ってサポートしなくちゃなって思えるような人に買ってもらわないといけないですし、お客様の心理がねどこまで分かってるかによって、この商品だったら絶対いいだろうみたいなのが安心して提供できるわけなんですよ。ということは、家族が一番困ってるものをじゃあ売ってみるとかね、売らなくてもこういうことできませんかね。ご家族ね、例えば奥さんがダイエットしたがってる時に、ダイエット商材をねこれいいみたいだよって勧めてあげて、でアフィリエイト報酬は入らないけども、それを奥さんが自分の小遣いで買うみたいなアクションが起きるかどうかなんですよ。いや、これすらできないんだったら、これすらできないんだったら赤の他人に物は売れませんよって話なんですよ、ね、売れたとしたら詐欺扱いされるんですよ。責任持てないわけですから、そしてニーズがわからないわけですから、ということが一つね。ですから、例えば私でしたらね、速稼塾を始めた時に誰に売ったかっていうと、私が経営してるお店のお客さん、従業員、それから昔から付き合いのあった友達が買いました。で、その人たちが買わなかったらもう先はないと思ったんで、そういう人たちに真っ先にセールスかけたんですよ。19,800円でね。アフィリエイト、インターネットビジネスで稼げる方法があるんで、これ19,800円だけども参加しない、来ないっていう風な形で誘いましたね。その時に、友達なんだから友達から金取るのみたいなことを言う人はいませんでしたし、いたらその時点で私はその人は友達じゃないと思ったんですよ。友達が何かね、新しいアクションを始めて、これで利益を上げよう、一山当てよう、信頼関係を作ろうと思ってるのに、いや俺はタダでお願いしますっていう人は友達ですかってことなんですよ、ね、やっぱり家族だったら、もっと言ったらね、応援してくれるはずなんですよ。頑張ってねと、じゃあ新しい仕事を儲かってほしいなと、こういう話がありますよね。例えば保険会社に天野さんが就職した時に、保険の契約をいっぱい取ってこないといけない時に、誰が一番保険の契約で協力しているかってことなんですよ、ね、保険会社のどっかの誰かが作った保険ってものを、天野さんが作ったものでもないのに、天野さんの顔を立てるため、売り上げを立てるために、未然を切ってくれるのは家族じゃないですか、友人じゃないですか。そういう人たちが、いやいらないよっていうのに、関係の薄い人に物を売れると思いますかってことなんですよ。だから天野さんがね、私がさっき言ったのは、いつ誰にいくらのものを売りますかっていうふうなことを、もしねすぐに回答できるんだったら、回答できることがあるとしたら、それは売り上げすぐ立ちますってことなんですよ、ね、例えばね、別に5万10万のものを売れっていうわけじゃないんですよ。1000円とか2000円のものを売れませんかってことなんですよね。なんかね、ここら辺が本当に妙なんですよね。赤の他人に買ってもらおうとするけども、自分の身内とか自分の信頼関係がある人には遠慮して売らないとか、なんかね関係が悪くなりそうで売れないみたいなね。いや、その一番仲いい人に一番いいものをね受け取ってほしい、買ってほしいと思わないとビジネスってのはねうまくいかないですよね。私は視聴者さんをみんなね、動画の視聴者さんみんな恩人だと思ってるのは、本当に恩人だと思ってるんですよ。動画を見てくれる人がいなければ、自分自身が提供しているものが本当にどのぐらいのものなのかも分かりませんし、何にもね進まないんですよ。で、私の動画を見ている人の中から私の商品を買う人が決まっていくんで、私の動画を見ていない人っていうのは一人たりとも私の商品買ってないんですよ。でもっと言いましょうか、私の家族でも私の商品買ってますからね。いや、それは堂々とお金受け取りますよ、いいものなんだから、で、そういうことができるからビジネスが続くし、なんていうんですかね、例えば自分でラーメン屋を経営してて、来たお客さんが家族だろうとなんだろうと、ラーメン代680円ねって請求するのはおかしいことかなと思うんですよね。で、ラーメンだろうが保険だろうが自分の作った商品だろうが、
欲しいもの、必要なものをお金を出して買っていただくところにビジネスは存在すると思うんですよね。ちょっと長くくどくどとなりましたけども、どうでしょうかね、天野さん、今この人だったらこの商品買ってくれるんじゃないかなってもの思いつかないですかね。思いつかないとしたらビジネスはもうそこで無理なんですよ。できないですよ本当に。だって人が欲しいものも分かんない、家族が欲しいものも分かんない、お金を出してまで求めているものが分かんないわけじゃないですか。そうなると、動画の視聴者さんのどこか誰かどうか名前もね、住所身体も分からない人が自然に買ってくれるって考えてる方がちょっとね、考え直さないといけないところで、多くのビジネスで稼げない人それをやっちゃうんですよ。でちょっと長くなりますけど言いますよね、 FX の動画を上げていって FX の動画のクオリティを上げていきます。で天野さんが FX で勝率がかなりいいんだったら別です。でもそうでない、自分でも FX で稼げてないんだったら、 FX の教材とか FX の動画で興味を持った人が天野さんから FX 関係の商品を買うことはないんですよ。人のアフィリエイトのね、例えば中丸トレーダーの商品も買わないんですよ。買わないです。それは買ってない人がこの人いいよって言って勧めたものを買わないんですよ。やっぱり自分自身も買っている、買っているのはこの人のおかげですなら買う可能性が出てくるんですよね。で FX そのもので勝とうとして毎日、勉強を続けている、それはいつか勝てるようになると思います。 FX で勝てるようになると思います。ただそれは1年先なのか10年先なのかわからないんですよね。だからそれをやる以上いつ稼げるのかわからないっていう不安はつきまとうんですよ。 YouTube も同じで、じゃあ YouTube 来月から稼げるかどうかって多分自信ないと思うんですよ。じゃあ来年から稼げるかどうかっていうのは希望はあるけど自信ないと思うんですよね。それはチャンネル登録者数が増えていかなかったり、そもそも自分の YouTube のクオリティがそんなにね、いいものかなとか、視聴者さん集まってないなっていうのは毎日やってれば分かると思うんで、YouTube も FX もずっとやってりゃ稼げますけども、ただ稼ぐ金額が自分の生活を支えるものなのか、自分の欲望をね、満たすだけの金額なのか、もしくはそれがね、稼ぎ始めれるのが来月、再来月なのか、3年後、5年後なのかっていうのはね、雲をつかむような話なんですよ。だからそっちをずっと続けていって OK なら OK なんですけども、いつ稼げるのか分かんないな、どうやったら稼げるんだっていうふうな、早く稼ぎたいっていう欲望が出てきてるんだったら、私は早く稼ぐ方法として自分の信頼関係がある人に自分の自信を持って責任を持てる商品を売っていくでいいんじゃないかなと思うんですよね、で自分で作る商品作る力がなかったら、アフィリエイトって言ってすでに上場企業が作った商品を A8 ネットぐらいから持ってきて売ればいいんじゃないかなと思うんですよ。だからいくつでもね、具体的に言えますけども、例えばね、知り合いで中学生のお子さんがいらっしゃる家庭があるとしますよね。小学生でもいいんですけども、そうしたらベネッセコーポレーションの真剣ゼミの何ですか、スクーリングのパンフレットをその人に紹介して、そのパンフレットを無料資料請求してくれたら天野さんに500円が入るっていうプログラムがあるんですけども、それだったら大丈夫でしょう。一流企業ベネッセコーポレーションで資料請求だけですから、で報酬は天野さんに500円です。いや、その500円の商品、一流企業の商品で信頼関係がある友人にもしね、無料のパンフレット資料請求すらさせられないようだったら、やっぱりトークイングスキルとかプレゼンテーションスキルとかもっと強い人間関係とかっていうところから始めないといけないんで、それをやりましょうということになります。だからね、ビジネスって妄想でもないですし、なんとなく売れるってことはないんですよ。この人に何かを売ろう、例えばね、天野さんに5万円の商品を売ろうと私が思ったら、これで5万円の商品を売るためのストーリーを組んで天野さんに会って、そしてプレゼンします。断れない状況を作るっていうことももしかしたらするかもしれません。それがやっぱりビジネスなんですよ。でも私の5万円の商品を受け取って天野さんが5万円以上の価値を感じたらね、それはいいことじゃないですかね。5万円の商品を受け取って5万円払って、なんだよこれみたいなことになったら、二度と私との付き合いが始まらないと思うんですよ。だから私も責任持って天野さんにお届けするんだったら、絶対に10万円20万円分の内容が詰まったものを5万で売るぞみたいなね、5万でどうしてもちょっと難色示したら3万にディスカウントしますぐらいのことをね、やろうかなとは思うんですよ。まあやらないですけども、そのぐらいの思いを込めて、この人から5万円もらおう、この人に10万円の商品売ろうって強く思って、その人の困ったこととかね、人間性とか、どういうタイミングで売ればいいかってことは、やっぱりね、一人一人ですよ、一人一人
って考えないとそれは売れないですよね。で、私が上級者だっていうのは YouTube をずっと上げていって、はい、明日から速稼塾、この動画は有料になりますよって放送したら、やっぱりね、1000人ぐらいの方が買ってくださるっていう現象があるからなんですよ。これはだから一人一人のことを考えずに1対多数で、だいたいこういう風なタイミングだったら売れるだろうっていうものをやって売れるんだから、これはすごいんですよ。自分で言うのもあれですけどね。ほとんどの人は1対1で一番売りやすい状況で売れないんですよ。1対3だったらもっと売れないんですよ。1対10っていうのはすごく難しいんですよ。だって10人とも状況違うのに同じ言葉を10人にね聞かせるわけなんですよ。もうやっぱりね、売れにくいですよね。それでもね、やっぱりこうなんですかね、聞く対象が100人とか1000人になってくると一定の確率で商品は売れるんで、雑でも売れるようになってきます。でも今度はそしたらね、集客能力がないといけないんですよね。一度に1000人の人が聞いてくれる、1万人の人が見てくれるっていうものを作るのは非常に大変です。で、私は YouTube のチャンネル登録者数が9000人を超えて、もうすぐ1万になると思いますけども、1万人のチャンネル登録者数さんを作るのに10年ぐらいかかるんですよ。まあ速稼塾を始めてから7年ですけども、7年と言ってもいいですよね。でも7年かけて1万人を目指すっていうことをするんだったらいいんですけども、多分そうではなくって、まあ、少なくとも半年とか1年以内に、YouTube から商品売れないかなと思ってるようでしたら、これはじゃあ1年以内2年以内に YouTube のチャンネル登録者数を5000人とかね、8000人するような工夫と努力が必要になってきますってことになりますから、これはこれで YouTube の攻略をね学んでいくってことになりますんで、 FX の理論基礎を学ぶのと同じぐらい時間と意識がかかるんではないかなと思います。それこそ専門の人をつけて教わっていかないといけないと思いますし、自分の力量とかね、 YouTube の動画アップロード本数もより深く多くなってくるのかなと思うんですよね。ちょっと長くなっちゃってすいません。大事なことなんでね、こうやってお伝えしました。お伝えしたいことを分かっていただけたでしょうか。なんかね、難しいとは私は思わないんですよ。隣の人に、ものをなんかね、ものを売って3万円稼いでこいって言われたら、例えば草取りをね手伝うとか、なんかドブ掃除をね手伝うとか、2階のものを1階に下ろすとか、何かしらその人ができないもので私のできることで持ちかけようと思いますし、もうそもそもね、アメリカの方ではベビーシッターとかっていうのを中学生ぐらいから近所の人に対して持ちかけて、ちゃんとお小遣いもらったりとか、道行く人に自分で作ったココアとかを何ですかね、50セントとかで売って小遣いを稼ぐ小学生とか言って別にいるわけなんですよね。で、日本でも小学生企業って言って、家族にコーヒーを売って起業したみたいな小学生の記事が最近ありましたけども、家族に物を売ってね、別にいいわけなんですよ。家族だったら応援したいから、100円とか200円のものだったら買ってくれますからね。で、まとめますけども、まあ、家族とか友達に、まあ、1000円のものでいいんで、ちょっと売ってみるっていうのはどうですかね。その家族とか身内みたいな関係のすごく近い人に1000円のものが売れないんだったら、これはもっと縁の遠い人に1万円の商品っていうのはすごく難しいと思いますよ。本当難しいと思うんでね。だから私がね、速稼塾ってものを多くの方に買っていただいてるってことは、私の縁の近い人は軒並み買っていると思っていただいてもいいかなと思います。ちょっと分かりにくかったらまたね、もう一回返信動画いただければと思います。くどくどと喋っちゃってましたんで、ちょっと要点がボケだったかもしれません。すいません。では失礼します。